はい、今日はサウンドブラスター X5、 こいつを開封していきます。レンティオというところでですね、中古のリユース品を貸してくれるサイトがありました。でそこでお金を払って借りてきました。もともと私はアンプはミックスアンプを使っていましたが、イヤホンを買い替えたのを機にですね、もう少しちょっとこう奥まったサウンドを追求したいと思いまして、まあ上位クラスのものに乗り換えようと。であわよくばですね、レンティオというサイト、欲しければまあ買えるのが売りなようなので、使ってみて良ければですね、買おうと思いました。で私本格的なアンプ使ったことないんですけれども、とりあえずこれは USB Type-C1 本接続すればアンプの機能は使えます。箱はですね、パコパコっとした感じで、そんなに高級感があるっていうわけではないです。スイッチをオンするとウェルカムとなって、これでもアンプができます。特にソフトウェアのダウンロードとかしないでまずは使ってみました。ちょっと待ってすごい聞こえるこれあかんやつや。これ本当にただのチートですね。デバイスチーターキツネです。むちゃくちゃすごいですね。ソフトウェアとかダウンロードしてなくて もう自然な感じで全体の音が爆上げされてます。で一応ですね、ソフトウェア、専用ソフトウェアありますので、これダウンロードします。でサウンドブラスターって検索すると、まあいろいろ Windows は何ですかとか出てくるので、お好みのものをダウンロードして同意するというんでクリックすると、専用のアプリがインストールされます。今ダウンロード中ですね。でこれを待つとこんな感じで専用のアプリがダウンロードされるので、でこれでいろいろいじれるわけです。エコライザー機能もついてますが、サウンドモードっていうところをクリックするとですね、あらかじめ Apex とか、FPS とか、いろんなその代表的な FPS ゲームがもうエコライザーとしてダウンロードされてます。でただバロラントはありません。あんまりゲームごとに違いはないかなって感じです。まず FPS モードです。 FPS モードは割と柔らかい音質ですね。今足音聞こえましたね。右方向から足音聞こえましたね。はい、こんな感じで、なんか柔らかく全体的に丸いイメージの音を伝えてくれます。マイルドですね。全然足音聞こえてます。次にエフェクトをオフにしてみます。正直ぶっちゃけそんなに変わらないかなっていう感じはしますね。特に足音が聞き取りにくいとかそういうわけではありません。全体の音が自然にボリュームアップされている、そんな感じですね。むしろこのサウンドブラスター X5 一番の真髄はこのスカウトモードですね。これは全体の音量をむちゃくちゃ上げる、で足音をすごく聞きやすくする、なおかつ本当に大きすぎる音量の時は自動的にその瞬間音量を下げるという、そういう効果を持ってます。足音聞こえましたね。で多分歩いてると思いますよ。あほらっていう感じで足音がすごい分かりやすいんですね。あまだ足音鳴りましたね。多分出てきますね。はい、こんな感じですね。バンダルの音とか あまりに高すぎる音、爆発の音とかもスカウトモードではですね、自動的に音量を下げてくれるんですね。なので耳障りでもありません。アストロミックスアンプはですね、パソコン直差しと比べるとやっぱり全然その低位感のつかみ方、つかみやすさが違うんですよ。ただですね、音が全体的にすごくシャリシャリするというか、砂をこのシャリシャリさせるような感じの音の音量の拡大なんですよね。で私のエコライザーの設定も悪いのかなと思って、バロラントも極めた人のおすすめのエコライザーのセッティングにしても、やっぱりシャリシャリ低位感はあるけどシャリシャリするんですね。ということでサウンドブラスターは自然に全体の音を爆上げしてるんですね。それがもう全然雲泥の差なんですね。ちなみにサウンドブラスター X5 は USB で無線でワイヤレス方式で接続するヘッドセットやイヤホンもこのようにして使えます。
ただですね、有線と無線同時に接続した場合は有線の音量は下がりませんでしたが、無線の方の音量は極端に下がりました。なので注意が必要です。で、気に入ったので購入しようと思ったんですね。もともと6100円で借りたんです。で、中古なのにこれ買おうとするとですね、3万5000円取られるんですよ。4万1000円合計取られるんですね。新品より高いじゃんということでやめました。で、次にバランスケーブルっていうのをとりあえず試してみようということで購入しました。このバランスケーブルっていうのは、これに接続するとですね、音質が非常に良くなるというので買ってみました。これはオーディオテクニカの専用のリケーブル用のバランスケーブルということになります。で、ところがですね、このバランスドケーブル、サウンドブラスターに挿したんですけれども、サウンドブラスター反応しませんでした。で、これ結論的にね、サウンドブラスター壊れてたんですね。なので、これはまあもう買うんだったらもう新品買った方がいいよねっていうふうに思いました。こんな感じでね、聞こえないんですよ。全然聞こえない。で、まあどうしようかなと思って、とりあえずこれを返品をすることにしました。ただ1点だけちょっと確かめてみたかったことがあります。それはですね、このこれですね、ゼンダック、これですね、イギリスの Wi-Fi っていうところの非常に主力商品なんですね。3年か4年前ぐらいに発売されたDAC DAC っていうやつなんです。で、これはもともと音楽を聴くための DAC なんですけれども、 FPS にも使えるということで非常に有名な DAC なんですね。で、この DAC は同時3万円に今価格上昇しています。もともとは2万円切る価格だったんですが、まあ物価の上昇によって価格が上がっちゃったんです。で、3万9800円のサウンドブラスター X5 は中国製でありまして、対してこのゼンダックっていうのはイギリスのその老舗メーカーが作っているものなので、非常に音質もいいと評判なんですね。で、この2つを対決させてみます。こんな感じで、USB で接続をできます。これでも聞こえるわけですね。で、実際バランスケーブルを差し込んで聞いてみましたが、音の解像度を測るメルクもあるとして、ここがね、カチャカチャカチャってこうなるんですよ。カチャカチャカチャ、このクリアさでいうとサウンドブラスター X5 の方が上ですね。で、音量もサウンドブラスターの方が爆音、自然な爆音です。こちらのボリューム不足です。このボタンとこのボタンを両方同時押しすると、ようやくボリュームはサウンドブラスター X5 に匹敵するかなという感じです。ただですね、サウンドブラスターのスカウトモードと違って音が大きいままなので、足音も聞こえる代わりに、例えば銃声なんかもものすごくガツンと耳に来てしまいます。このあたりはやはりスカウトモードを搭載したサウンドブラスター X5 の方がやっぱりですね、もう自然で粒が揃った解像度の高い音をもう自然に聞けるということで、これはね、中国製とは言いながら、もうサウンドブラスター X5 の勝ちだと思います。音の定位感もですね、サウンドブラスター X5 の方がやっぱり上な感じがしますね。で、ただここでですね、音質を向上させるためにゼンダックの USB ケーブルを、まあ、新しいエレコムの2000円ぐらいのものに変えて、かつバスパワー接続という USB からの給電ではなくって、ちゃんとした AC アダプターを購入して1000円ぐらいのですね。で、これで音質の向上をしてみました。で、こうするとさらに全体の音量が上がりまして、足音が聞こえやすくなりました。で、ようやく足音単体のみでいったら、あるいは定位感でいったら、サウンドオボ X5 と遜色がないレベルになりました。ただ BGM の奥行き、立体感、臨場感はサウンドブラスター X5 が上です。映画館にいるような感覚をより強く感じるのはサウンドブラスターです。ただ FPS に重要なのは足音ですね。ゼンダックの方はですね、全体的にその音を高く上げることで
まあ、強調するという感じがしています。で、 FPS をやるだけだったらですね、おそらくこれで十分なんだろうというふうに考えますね。イコライザーで音作りをしなくてもですね、もう十分あの足音を聞こえますんで、こちらを私は使っています。てなわけで、ゼンダックにパワーマッチボタンをオンにして、そしてバランスケーブルを接続して、給電も AC アダプターを使うと。サウンドブラスター X5 と、まあ、大体 0.3 歩ぐらいの差はあるけれども、十分遜色ないレベルの音を出せますよという結論になりました。ご参考にしてください。さよなら。